1954年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第6回大会である。5月にフランスのランスグーで開幕し、スペインのモンジュイックで開催される最終戦まで全球戦で争われた。1954年シーズンは前年同様の全球戦となったが、フランス GP の開催地がルーアンからランスグーに変更になり、 前年コースの安全性をめぐってボイコット騒動が起きたドイツ GP はショッテンリンクから一昨年までのソリチュードに戻った。また第三戦アルスター GP の 500cc クラスは悪天候のために 179km を走ったところで中断されレース成立に必要な最低走行距離 200km に満たなかったために選手権ポイントの対象から除外された。 各クラスの勢力図は前年からほとんど変化がなく、全クラスで前年と同じメーカーのマシンが、そして 250cc から 500cc までの3クラスで前年と同じライダーがチャンピオンとなっている。伝統的に、シ島にはワークスとして出場してこなかったジゲラは、この年初めてマンシ島にワークスチームを送り込んだ。NSU のドルフィンフェアリング前年にデビューした、 BMW のストリームライナーに橋を発し、各メーカーがオートバイの空力に関する試行錯誤を始めたのがこの年である。この流れをリードしたのはファクトリーに風洞を持っていた。元グッチで前年の終わりにデビューした新型4気筒マシンはダストビンフェアリングと呼ばれるカウリングでフロントホイールまで包み込まれていた。カウリングを使用することに無関心だった。 エイジーズを除くメガボルトアグスタや NSU、ジレラ、ノートンといった他のメーカーもこの流れに追従して様々な形状のカウリングをテストし NSU のイルカのくちばしが突き出たような形状のカウリングはドルフィンフェアリングの異名を取ったタイトルを獲得したジレラの 500cc マシンはダストビンフェアリングの効果もあって最高速度時速 240km に達していた まだまだ、レーシングマシンとしてのスタンダードと言えるような、メカニズムは確立されておらず、各社は、空力以外でも様々な試みを繰り返していた。元グッズは2レースで4気筒の 500cc マシンを走らせたが、やがて単気筒に戻していた。ノートンはその元グッズが 350cc で、成功していた、水平単気筒エンジンを試作したが日の目を見ることは、なかった。 NSU の短気筒 125cc や2気筒 250cc は 12000rpm 以上の回転数を実現している。その一方でシーズン中に主任設計者を失ったロートンと AJs、そして A スライダーを事故で失った NSU がこの年限りでワークス活動を中止したが市販レーサーの開発と販売は翌年以降も継続している。この年、 ホンダのホンダ総一郎が初めて満島 TT に視察に訪れた。この年の3月に満島に出場して勝利を目指すという TT 宣言を発表したホンダだったが、本場のグランプリや GP マシン、中でもこの頃勝敗企業クラスで圧倒的な強さを誇っていた NSU チームにショックを受け、日本では手に入らないヨーロッパ製の最新パーツを山ほど日本に持ち帰った。 ホンダが今度はヨーロッパのメーカーのライバルとしてマシ島に戻って来るのはこの時から5年後の1959年のことである。500cc クラスは前年に引き続いてジレラのジェフ・デュークが接見した。第4戦のベルギーがシーズン初優勝となったデュークだがそこから5連勝を飾って第7戦のスイス GP で2年連続となる最高峰クラスのタイトルを支柱にした。 デュークの 500cc クラスタイトル獲得は3度目であり、同一クラスで3度チャンピオンになった最初のライダーとなった。有効ポイント制が採用されていたこの頃は、高ポイントを獲得したチームが終盤のレースを欠場するということは日常的に行われており、早々にタイトルを決めたジレラとデュークが欠場した最終戦のスペインでは、 リッキー・デールが乗るメガボルト・アグスタが今シーズン唯一の 500cc クラス勝利を挙げている。初戦のフランスでは地元のピエール・モネレがフランス人初のグランプリ優勝を飾り、第2戦、マンシマ・ TT ではロッド・コールマンが a j ズにとってのグランプリ最後の勝利を記録した。前年チャンピオンのファーガス・アンダーソンと元グッズがシーズン初勝利を飾ったのは 第5戦のダッチ TT だったが、シーズン後半だけで4勝を挙げたアンダーソンはこのクラスの2年連続タイトルを決めた。前年同様に、勝敗企業クラスを支配した NSU だったが、特に 250cc クラスでは、ランキング上位6人のうち NSU に乗るライダーが5人を占めるという圧倒的な強さを見せた。特に前年のチャンピオンのベルナーハースは、開幕戦のフランスで、 時速1 6 2 5 9トルという 250cc としては初めてとなる 100mph 以上の平均速度で優勝するとそのまま好調さを維持して連勝を続け4連勝目となった第4戦ラッチ TTE で早くもタイトル防衛を決めたそしてタイトルが決定したにもかかわらず事前の地元ドイツ GP に出場したハースはここでも優勝しこのクラスでは 初となる開幕からの5連勝を達成した。さらに連勝記録を伸ばすべくスイス GP に出場したハースは、しかし1周目で転倒を演じて、連勝はストップ。NSU のチームメイトであるルパート・ホラースがこのクラスでは唯一となる勝利を飾った。ホラースにとっては、この勝利が生涯最後のグランプリ優勝となってしまった。NSU のチャンピオンマシン250。 CC クラス同様、このクラスも N。ただし、シーズンをリードしたライダーは、ディフェンディングチャンピオンのベルナーハースではなく、前年デビューしたばかりのルパート・ホラースだった。ホラースは 125CC クラスの開幕戦となった、満島でグランプリ初優勝を飾るとそのままの、勢いで4連勝、第4戦のドイツ GP でタイトルを決めた。しかし、第五戦イタリア GP の予選中のクラッシュで、 頭蓋骨骨折の重傷を負ったホラースは、手術の甲斐もなく、帰らぬ人となった。モーターサイクルレースにおいて、死後にワールドチャンピオンとなったのは、ホラースのみである。ホラースへの追悼の意を表し、NSU はグランプリにおけるワークス活動から撤退した。アルスター GP500cc クラスはー天転校による短縮のため走行距離が規定に満たず、ポイント対象外となった。 ありがとうございます。